表参道にある D ハウス。俺ゆうやと幼馴染の柳が格安の家賃で借りていたけど、日増しに住民が増え、みんなのたまり場になり、それはそれで楽しくやっていた。そんなある日、大家さんから200万用意できないなら半年後に出ていけと言われ、みんなで頑張ればなんとかなるとがむしゃら宣言したばかり。ホストとかできるかもしれない。だから俺が先に買ったんだって。いや絶対お前俺に憧れて真似してやろう。そんなことないよ、マー君の持ってるの知らなかったもん。知らなかった。うるさい。コッペパン、コッペパン、シロタンもうるさい。なんだよ、俺今大ヒット間違いなしの作曲活動中だぞ。それ言うなら大ヒットする可能性もないかもしれない曲やろ。まずないね。ないな、せえな。そんなことないよ。それよりお前らなんか考えてんのかよ、金作る方法。これを見なさい。じゃんじゃじゃん。やっぱ男は一攫千金ですわな。うわー、非現実的。おい、ちょっとはリーダー立てんかい。おいおい、リーダーは俺だよ。ほっか、どこかんでも俺やろ。ほっか、俺だよ。うるさいって言ってんだろ。ていうか、ゆうやん何やってんの。俺はスターウォーズ並みの超大作映画の執筆中。執筆中って一行も書いてねえじゃん。え、一週間も経ってんのに。ただいま。おかえり。柳、こっちから入っちゃダメって言ったじゃん。そのシャッター上げたら下げんの大変なんだから。誰それ。知らない。なんか表の通りでなんか胃が痛いって苦しそうだったから、うん、なんかね、かわいそうだから連れてきちゃったみたいなね。デザイナー。つまりその自分が作った服をショップに置いてもらえることになったら急に胃が痛くなった。褒められたら逆にそれがプレッシャーになったっていうこと。服ねえ、ショップねえ。君、名前はなんていうのかな。荒木。荒木。じゃあ、あれやん、これがなんかの縁や。君も僕らの仲間にならないかい。そうそう、やっぱり洋服の仕事するなら表参道にたまり場があった方が便利かと思うよ。ちょっと待った。ここは俺と柳の部屋なの。勝手に人に使わせないで。なあ柳。いいんじゃない。は？え、いいの？いや、なんか悪いな。おい、お前急に元気になってるじゃん。なるほど、荒谷にもお金稼ぎしてもらおうかな。お金？そう、9月までに200万作らないとここに入れなくなっちゃうんだよね、僕たち。200万。よし、やる。よいしょ。よし、となると柳、お前花好きじゃん。花占いとか作ると元さんのやっちゃえばいいじゃん。いや、俺より白田のギターできんだからさ、ギター弾いてミュージシャンやってさ。ああ、それよりさ、マー君の得意なしゃべり生かしてお笑い芸人とか目指せばいいじゃん。うん、ゆいちゃんほらダンスめっちゃ上手いねんから、それでなんとかなるやろ。そうです。俺なんかよりゆいやんバスケの扱い方うまいよね。そういう曲芸師になればいいじゃん。いやだったらやっぱりあらやに洋服の仕事頑張ってもらった方が一番いいよ。俺無理だよ。勉強して絶対占いやる方が儲かるよ。とここまでしか台本には記されておらず、この先ドラマがどう展開していくのか D-BOYS のメンバーには一切知らされていない。アドリブで演技を続ける彼らに台本の続きとして運命のセリフが示される。有言実行、セリフ通りに必ず行動しなくてはならないのが番組のルール。よーい、はい。やっぱりアラヤンのね、出会った方がいいかもね。いやいや、俺はシロタンの歌が聞きたいよ。俺ね、またね、見たことない。バタ君のランニングもう一回見たいよ。バカバカバカ。俺のランニング、もう俺、もう疲労骨折だよ。ダメだよ。でもさ、やっぱりここは大家さんがやる。
ゆうやに。おい、ほら、あるじ、力入れて、あるじ。それはまずいぞ、それはやばい。すいません、もうこのままじゃね、ラチがあかんわ。あ、ラチがあかん。だったら俺が、はい、花見曲空いてるよ。歌って、大金稼いで。わめっちゃ怖かった怖いよ。俺も絶対来ると思ったもん。いや、しかもあれだから大金だから、大金だよ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 、大金は半端ないよ。いくらぐらいですか、うん、それを本当だ、白田くん自身が決めてほしい。さあ、だってハードル決める、ハードル、まあ、白田くんの大金。でもさ、じゃあ普通の花見をしてるお客さんがね、そのどっかで歌ってる知らない男が歌ってるのに対していくら払うかですよ、うん、僕だったら10円とか5円とか入れるんですよ。まあまあ、いい歌歌えば入れてくれるんじゃないですか。1万イエーイ、いや、安いじゃん。ちょっと安いじゃん。俺ってさ、これって歌手白田優の1日に稼げる金額っていうことだよね。まあ、イコール今の実力ってことだよね。そうだよ、分かったよ。ここは俺に回しとけ。おい、5万。あと、お、あとプラスボーナス500円。じゃあ5万500円で。5万500円。それはもう自分のプライドにかけてしっかり稼いでください、はい、決定。いつ行くんですか。行こうか今から。